ガーフィールド・ウッド・ハームズワース・トロフィーを持つ、ウッド・ガーフィールド・ガー、アーサー・ウッドは、アメリカの発明家、企業家、モーターボート設計者、レーサーで、何度か水上速度の世界記録を樹立した。また、水上で初めて100マイル毎時以上の速度を、達成した人物でもある。ミス・アメリカ2で1921年のハームズワース、 カップを制覇した際の写真ガーウッドはアイオワ州メープルトンで1880年12月4日に家族で13人目の子供として生まれた。父はミネソタ州のオサキスコでフェリー運行を営んでおり、彼は早くから船の上で働いていた。1911年31歳の時に線路から上げ積みするための油圧リフトを発明した。彼は ミシガン州デトロイトでウッドホイスト社を設立するとほどなくビジネスマンとしての成功を手にした。後に社名をガーウッドインダストリーズに変更し、レース用ボートの製造を手掛けた。また、ガーウッドブランドのトラックやバス、自動車車体の製造及びマーケティングには洋単機での経験が活かされた。彼はミシガン州アルガナックに今日構えていたが、同地には ボートメーカーのクリス・クラフトの創業者、クリストファー・スミスも住んでいた。彼は1916年にレース用モーターボートを購入し、ミス・デトロイトと名付けた。彼は1920年にデトロイト側でミス・アメリカと名付けたボートを買って74.870マイル毎時の水上速度記録を打ち立てた。彼はその後12年にわたって、さらに旧隻のミス・アメリカを建造し、 記録を5回更新した。1932年には、セントクレア川で124.860マイル毎時を達成した。1921年には、マイアミニューヨーク観線250マイルを走破する、ハバナスペシャルトレインに、大西洋岸を構想するボートで挑み、列車より12分早い47時間23分で、完走した。また、 1925年には20世紀特急に、対してハドソン川を構想するボートで挑み、オールバにニューヨーク間で22分の差をつけて、勝利を収めた。記録破りのショーマンであるばかりでなく、ウッドは、ボートレーサーとしても成功した。1917年から1921年に、かけて、ゴールドカップで5連覇を達成したり、ハームズワースカップでも9回優勝している。 1931年、彼と弟のジョージは劇的な状況でトロフィーを失った。レースはデトロイト川で開催され、ウッド兄弟とミスイングランド2を狩るイギリスのキードンとのマッチレースとなった。推定数百万人以上の監修を前に、ドンは第1ヒートを選手した。第2ヒートでは、ウッド兄弟はドンに先行しており、ドンが狩るミスイングランド2がターン中に突然、 転覆したため先にゴールに入った。しかし両者が7秒フライングしていたことから、ウッド兄弟も失格となり、第1ヒートを取ったドンがトロフィーを獲得した。幸いにもドンと小ドライバーには怪我はなかったが、ジョージにとってはトロフィーに挑戦する最後のレースだったため、ウッドは弟にトロフィーを掲げさせてやることができなかった。1936年4月、 ウッドは他のスポーツのチャンピオンや結出した選手たちと共にデトロイトの祝宴で表彰された。これは最初に模様されたチャンピオンズデーの祝宴であった。1936年7月にはデトロイトはホワイトハウスからチャンピオンの街として検証され、盾が贈呈された。この盾にはアスリートを象徴する5つのメダリオンが付けられており、このうち一つはウッドを代表とする。 パワーボートレーサーのものであった。ウッドはビジネスに専念するため1933年にレース活動から退いた。ガーウッドインダストリーズは1947年まで木製レーシングボートを建造し続けた。また、ガーウッドインダストリーはインターナショナルハーベスターなどのトラックメーカー向けにトラック車体やウィンチを製造するほか民生用よび軍需用の OEM 供給を 行っていた。第二次世界大戦中に生産されたトラックの多くは、ガーウッドの車体とウィンチを装備していた。ガーウッドインダストリーズは今日ありふれた存在であるゴミ、収集車を開発した企業でもあり、ガーウッドロードパッカーという名前で販売していた。ウッドは、天才発明家として有名で、一時は保有する、特許数が存命中のアメリカ人の中で1位だった、こともある。 1897年17歳の時にダウンドラフト式キャブレターを発明し、それを取り付けた彼の検査船は他の検査船を置き去りにするほど早かったという。1911年または1912年にはダンプトラック用油圧ホイストを発明した。彼はこの発明で多額の収入を得たが、 彼はその収入を1917年から1933年にかけてレースで勝つボートを建造するために突き込んだ。農園を主に平井針を販売する仕事をしていた時にはその効果を実証するために雷を模擬するための誘導コイル装置を発明した。1950年代には南フロリダのビスケン湾にあるフィッシャー島を買い取った。 これはライフ号が一家族のために島全体を買い占めた例としては最後のものになったが1963年には開発グループに売却して手放している。また彼は夏にはオンタリオ州のマグレガー湾で休暇を過ごした。1967年のポピュラーメカニクス誌の記事で彼が発明した電気自動車のコントローラーが紹介され引退したとはいえ発明家として 未だ健在であることを示した。彼は1971年6月16日にハームズワースカップ初勝利の50周年記念日を前に90歳で亡くなった。彼の死に際しはデトロイトニュース誌の常時版は次のように書いた。大衆にとって彼はトム・スウィフト、ジュール・ベルヌ、フランク・メリウェルにホレーショ・アルジャーを少々加えたような人物であった。彼は ミシガン州アルガノックの自宅近くに埋葬されている。1990年にアメリカモータースポーツ伝道に加えられた。A.B. フィックス、ジョン、ガーウッド、アンオールドシードグイズ、アップツーニュートリックス、ポピュラーメカニクス、82-85、https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュ、id="xqmadambarge& ピコグラムイコール PA82&DQ イコールガーウッドボート2009年7月7日、閲覧。ディジアー、バーン、スポーツゴシップ。ウィンザーデイリースター、https コロンスラッシュスラッシュニュースドットグーグルドットコムスラッシュニュースペーパース ID イコール QG8 アバッジシットイコール JK4 イバッジ ピコグラムイコール6215%に C56499432014 年12月9日閲覧。シティオブ・チャンピオンズ・ナイト・アット・フェアグラウンズ。トラバース・シティ・レコード・イーグル。P26。https。newspaperharkiv.com。トラバース・シティ・レコード・イーグル。1936年6月29日。 ページマイナス -262014 年12月8日、閲覧。ルイス、ネームイズストリックンフロムチャンピオンズプラーク。ザ、ピッツバーグプレス、ザ・ユナイテッドプレス、https コロンスラッシュスラッシュニュースドットグーグルドットコムスラッシュニュースペーパース、i d イコールルクババッジ&、シットイコール =NK4 アバッジ&、ピコグラムイコール =4049。 三百八万千七百三十六ア Q. イコールシティオブチャンピオンズプラーク H. L. イコール E. N. 二千十四年十二月九日閲覧。ザワールズファステストボーツ P. 三十 H. T. T. P. S. コロンスラッシュスラッシュブックスドットグーグルドット o m スラッシュブックス I. D. イコールズライオン Z. W. 九千三百七十 C. ピコグラムイコール PA30&DQ イコール22ガーフィールドウッド22ポピュラーメカニクスインダストリアルアーツ128ポピュラーメカニクスカンパニー https コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス ID イコールフチュークサーコマジ &Q イコールガーフィールドウッドライトニングロット HE Sold Lightning Ross 2 Farmers HE Invented and Induction Coil Device 2 Demonstrate their Effectiveness Ballrich Vivian M. Sharmaear Pam Garout Speed Boat King The Detroit News Original の2012年8月31日時点におけるアーカイブ h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 0 8 3 1 0 0 4 8 2 2 h t t p w w w t h u n d e r b o t s o r g h i s t o r y h i s t o r y0511.html2014 年12月9日閲覧 ありがとうございます。